暇をつぶしには少々ここには何か色足りない。クラスさん、会議は？ああ、ちょうど終わったところだ。どうでした？危険とはいえ重要な任務だ。それをよそ者に任されたものだから、連中としても面白くないようだな。つまんないこと気にするな。まあ、実力を見せつけてやればおとなしくなるさ。そういうことだ。装置の調子はどうだ？良好です。よし、こいつがあればダオスなど恐るに足りん。おお、それダメだ。悪いやつの笑い声だよそれは。大丈夫かい、ライゼン。アセリア歴4202年。バルハラ平原を舞台に大陸最大の戦いがついに始まろうとしていた。歴史に名を残す大戦、バルハラ戦役。本来重要な立場にいたはずの人物、エドワード・ディ・モリスン。彼が言ったことで歴史の歯車が狂い、戦争の勝敗の行方が全く分からなくなっていた。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのだろうか。作戦開始の前に国王陛下からの激励の言葉を皆に伝える。ナンジラはダオスとの戦いの先陣としてこの大戦の行く末を担う勇者である。おのおのが作戦の完遂のために精霊し、ミッドガルズの勝利に貢献してほしい。またこの作戦に一番活躍した者には十分な報奨を与える。報奨？何が出るかは戦い方次第っていうわけか。王国の荒廃はこの一戦にあり、諸君らの健闘を祈る。では作戦を開始する。あなたの任務はバルハラ平原を探索し、他敵の部隊を討伐することにあります。敵との遭遇は今までと違い、接触により戦闘に入ります。最終目的は敵部隊のボスを倒すことです。任務は速やかに行いましょう。1日目。何1日目って、あ、何そういうてなわけで次回からその戦いをやっていきたいと思います。ちょっと戻っ、新しくセーブしておこうか。それではありがとうございました。さあ、それでは、やっていきましょう。テイルズ・オブ・ファンタジア。今回はなんか、なんだっけ、この草原の、何、今回し、何、シンボルエンカウントなの？こりゃ、あ、戦闘曲も変わらない。ドラゴントゥース、ドリングデビル。ってことは、シンボルエンカウントってことか、ここは。それじゃあもう早く超えたいな。イラプションじゃなかった。お、レイ、いいよ。ラストベル、いけおじいちゃん、いいぞ。さあ今日も頑張ってやっていこう。お、なんちゃらソードとなんちゃらソードとスペクタクルズ。このなんちゃらソード調べたいな。でもどうせ数いっぱい来るからな。あー、なんかいっぱいいる。ドラゴン、ドラコケンタロス、ケンタロスの割に。なんだろう、馬の足してないけど。それはケンタウロス、ケンタウロスじゃねえか。ドラコだけだったな、あのぷよぷよのメインヒロインドラコなんだけどな。いや、メインヒロインはアルルだって、ルルだって、いや、ドラコだね。何の話してるんだ。ドド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 ン。ディープミスト。硬いなこいつ。さすが短期で来るだけあるか。イフリート、いけイフリート、お前は相変わらず演出が長い。演
演出の長さに文句を言っちゃうね。よし、やった。何くれ。おお、いいガルド、いいガルド量。とりあえず上目指そう。上だー。ドラゴニュートとウィングデビル。シューティングライダー、おお、戦列だ。アイストーネード。これは長い道のりになりそうだな。タラッタラッタン、タラッタッタラン。オカハザン、おお、戦列派。レイ、いけ。秋田場面、レイ。お、いいね。レイってそんなに早く打ち出せるの。さあ、いけ、おじいちゃん。端っちょにいるから当たりにくいな。さあ、行こう。なんちゃら騒動。冷静に行こう。とりあえず上行く。いっぱいいっぱいいる。あ、そんなとこいた？やっ、おかはちゃん、おお、戦列派。ただな、意外と当たんないんだよな、戦列派の部分が。変えるか、ちょっと。魔神総破山。おかはな、魔神総破山。しゅ、や、おかはな、魔神総破山。あ、待って、魔神総破ちゃん、ルナ、お、ルナ降臨。サイクロン、ゲー、ジョーカー。や、コガハナ、ワンビレ、ウンギレ。さあ、今回全部通してこの BGM 流れっぱなしっていう事態は避けたいから早めに突破したいぞ。運が悪かったな。シンボルエンカウントが何気に面倒である。よしよし、あいっぱい。あー、なんかもうめっちゃ走ってくるな。よーし、たわいもない。はてな層とかいっぱいだな。多分大した剣じゃないんだろうな、こんだけ来るってこと。あー、もう今追ってくんなって。いいね、レイ強いな、やっぱり。よし、抜けた。あ、なんか夕方になった。さあ、失礼するよ。大変だぞこいつら。とりあえずアイテムで。あ、やっば、持ってない。もしかして買い物してないのかい。シルバードラゴン、とドラゴン出てきちゃったよ。大丈夫。さあ、頑張って。アイストーネード。おー、戦列だ。シル。いやー、ドラゴンでできちゃうか。これもこの辺みんな魔王の軍勢なのかな。なんか最初からこの森にいる生物としては考えにくいんだよな。金うまいね。いやー、あー違う。でもこれは逃げる、これは逃げれる、これは逃げれるよ。逃げて、もう逃げていいから。もう逃げるの許容だから。ダメっすか。なんか速攻戦闘入っちゃうもんな。あー、めんどくさくなった。あ、なんかよだ。もうちょっと、よし、抜けた。
その辺、王者。あ、今なんかちょっと掴んだ、掴まなかった今。斜めの可能性ないですかね。お、ニュースキル。さあ、クレスがニュースキル覚えたよ。獅子閃光。お、いいね、獅子閃光。んで、毒がひどいことになってるから。私の番だよ。なんかいっぱいいる。運が悪かったな。お、レベルアップ、レベルアップ。なんでおらんや。私の番だよ。真夜中ですが休みますか。じゃあ、あ、はい、休みますか。あ、テント。あ、いいね、ここでか。あーふー、ちょっともったいないことした気がするけど、まあいいか。2日目。あ、でもこれでまた戦えるね。よし、よし、よし。あ、いっぱい来た。うわ、ドイッペイいる。上。あ、これは来たか、来たか、来ましたか、これ来たか。なんかいる。よくここまで来ることができたな。ほう、褒めてやろう。ほう、私がダオス陸軍部隊長イシュラントだ。ほう、だが残念ながら貴様らの進撃もここまでだ。そうはいくかな。ここが貴様らの墓場となるのだからな。ボス戦だ。あ、なんかいっぱいいる。いや、獅子戦。いや、とりあえず 数減らそう。あの増票、まあ、ここまで来るのにたくさん倒してきた増票を倒そう。で、ナースで回復だ。キラキラーン。サンダーブレードだと。その技ダメだろ。その技はリタッチがインディグネーションを覚えるのに必要な技なんだ。てか痛かったな、サンダーブレード。いかん、火吐いてくるからちょっと厳しいものがあるな。まずいまずいまずい。ちょっと回復、回復しよう。あとミックス組で回復しよう。あの置き、火置き偉いな。やってないぞ。そこそこランダム性があるな。あー、そっちじゃなかった。ちょっと待って。あー、守れなかった。これ復活したら即死ぬんじゃないの。大丈夫。あ、っていうかなんで使ってくんないのさ。あ、使ったの。使ったけど即死んだの。シューソーライザン。あ、だめだ、自分で回復しよう。てかオレンジ組持ってんじゃん。何と勘違いしたの俺は。レイを当てていく。あ、ピヨピヨは偉い。
レイ。よし。俺でもあとはもうイシュランとどうにかするだけだ。で、忘れる前に一応やっておこう。一応ね。あと800じゃないか。あんなものはおじいちゃんで。よっしゃー。失礼するよ。またハテナソードがいっぱい。よし、これでかなり敵を足止めできるな。戻って報告だ。よし。あ、ミッドガルズまで戻るの。まあいい、まあいいんだけど。どうして？クラス殿、お疲れ様です。他の隊の方々がもう集まっています。さあ、謁見の前どうぞ。大役を見事に果たした誉れ高き勇者たちを先進の名のもとに今ここに挙げよう。第四特殊部隊隊長クラース F レスター。はっ。そなたの行いに報いるだけの十分な報奨を与えようぞ。おう、5万ガルド手に入れました。ありがとうございます。みんなよくやってくれた。これで戦争に勝利したも同然。陛下。何事だ、創造士。大変です。敵が攻めてきます。何？そんなバカな。すでに平原は我々の手に。それが空から。空から空戦部隊か。お、ムビ？大丈夫？画面固まったけど大丈夫？まあ、ホームボタンが効いたから生きてはいるだろうけど。大丈夫かい？てか、この数はやばくないかい？これは、ほ！すぐに投石機、大砲部隊を投入するのだ！急げ！はっ！陛下は、安全な場所へ。いや、わしもここに残る。民を置いて、わしだけ逃げることなどできるか。わかりました。良い機会です。魔化学兵器の力、ダオスに見せつけてやりましょう。まずいぞ。私たちも加勢しよう。でも空からじゃ。何もしないわけにはいかないだろう。おう、確かにそうだな。こんなところにセーブポイントがあるからな。ちゃーやばい気がするな。うん。なに、あ、売ってくれるの？じゃあ買わせていただこうか、もらおうかな。なんかあるなら買おうじゃないかと。買えるかなと思ったけれど、そんなことはなかったぜ。おじいちゃんも。なんかプラスになるものがあるとよかったけどないね。そうだ、一応ね、あれも使っとこう。ルーンボトルをさ、もうなんかめちゃくちゃ手に入ったから絶対大したことじゃないんだけど、ロングソード、スレイヤーソード、ドラゴントゥース。一応見るけど、
ね、スレイヤーソードはまあぼちぼち強い気もするけど却下。そこの剣士。何？分不相応なものを持つものではないぞ。はあ、なんか前も聞いたなそれ。おいクリス、どこに行くんだ？女の人の声が。はあ？何を言ってるんだ？何？あ、クリス消えちゃった。消えちゃった？クリスさん、そんな。ああ、ミント、ミントってば。しっかりしてよ。クラース殿、何をしているんですか？早く参戦してください。だが仲間が。まだ戦争は終わってないんですよ。グズグズしている暇はありません。いや、そうではなくて。このタイミングでどこに拉致してくれてんだ。ああ、ちょ何完全に固定されて動かない。ブッシュベイビーに邪魔された。仕方ないな。ちょっとなるはやで、なるだけ急いで、ちょっと先。いい、何者だ。あれ、ワルキュー。私は現在長い眠りについておられるオーディーンに忠誠を誓う者。人々はバルキリーと呼んでいる。オーディーン、あながち間違っちゃない。ないね、ワルキューレとバルキリーってただの読み方の違いだから。バルキリー、僕に何の用です？神具を返しなさい。グーングニルのことだ。それは我が主君オーディーンの持ち物。そもそも下賤なものが持って良いものではない。下賤。その槍は我が主の元から盗まれた神具。神具。素直に返却するならばそれなりの礼をしよう。ほう。だが返さぬというのであれば神の怒りに触れるものと。何それは、返さないといけないのか。あなたの乗っている馬、飛べるんですか？ターゲット、チェックオーバー。ソーサリーエナジーデンシティ、119。レーザーオペレーションシステム、オールクリア。アットザレディ。よし、奴らを投げ払え。魔化学兵器だった。なかなかえぐい。あれ、マナが回ってるじゃないか。消えていく。ああ、大量の魔力の消費でマナが。魔化学兵器の威力を見たか。大善殿、まだ敵が残っています。よし、もう一発撃ち込め。そんなことしちゃダメだと思うんだよな、そろそろ。すごい。これならダオスといえどもひとたまりもないな。
街が消し飛んでんだけど、それはいいのか。おい、大変だ。魔化学兵器が使い物にならなくなったらしいんだ。なんだって。やはり魔力を科学で扱うなどというのは無理なのか。もうそんなことよりどうすんのさ、敵が来ちゃうじゃん。くそ、クレスがいれば。あれ、帰ってきた。クレス、無事だったか。クレスさん、よかった。心配かけてすまない。クレス、その馬何？なんかかっこいいじゃん。話は後で。敵のボスを一気に叩く。奴らは空を飛べないと鷹をくくっているはずだ。あ、待って、私も行く。でもその放棄じゃ。あんまり長くは飛べないと思うけど、一人で行くよりいいじゃん。一時的にだが、私の力で放棄をパワーアップしてあげよう。ほほほほほ。戦力は多い方がいいだろう。ありがとう、ペガサス。それから武器はグーン・グニルを使うのだ。馬上の戦闘で剣や斧は役に立たぬ。これから空中戦になります。セーブしますか。あ、じゃあついでに動画切ります。それじゃあ、次回このグーン・グニルによる空中戦、いやペガサスとの空中戦をやりたいと思います。それではありがとうございました。多分動画の最後だと思うんだけどさ。